今日はずっとこの球場の周りは風が強い状況でした。さあ2ボール2ストライク、おっと空振り三振、大きく外に流れる球でした。あったでしょうか、はい、チェンジアップですね。ずいぶん外に流れていきました、はい、あれを杉本が振ったということはやはり相当曲がってるんでしょうね、はい、そうでしょうね。今日はこの風をうまく掴んだ方が、味方につけた方が勝利に近づけそうです。バッターはマーティン、バットスイングを取られました。今のもカットしてるんですよね、ストレートなんですけど。この山岡の表情、はいはい、あの意図してカットさせてないんですけど、まっすぐ投げに行ってるんですけど、ぐーっとこう今滑っていってるんですよね。そうですね、はい、あるのかなという感じはしますけどね。そうですね、はい、山岡と伏見のバッテリー、スリーボールツーストライク、ストライク、外いっぱい、角中は見送りました、まあ、予想以上にこう落差といいますか、あのグッとブレーキが効いてきたのか、もう角中としてはボールだという判断なんですけど、はい、まあ、この辺りはね、